はい、こんにちは、ズンゾーです。本日でモンスターパワーアップ実施っていうことでカーリーとかメタトロンが強化されたんで、まあ、今日はですね、特にこれ強えなと思ったキャラをピックアップして紹介していこう。まずこのヒカーリーですね。炎カーリーですね。これめっちゃ強いと思うわ、普通に。まあ、覚醒スキルめっちゃ優秀、4色3つ持ちで、超覚醒でさらにつけれたりして。で、スキブが超覚醒であるんですけど、スキブ4つにして、回復エルジ持ってるんで、スキルブーストプラスプラスつければ、7個か、スキブ7個にできるっていうので、まあ、ターンも軽いし、スキル、5ターンで打てるし、めちゃめちゃいいスキル、キャラかなと思ってる。で、覚醒無効全開もなかなか5ターンで打てんの？これ6色陣も兼ねてるし、めっちゃ強いなと思ってる。まあ、リーダースキルはつかないかな。で、次、青カーリーいいですね。なんか赤カーリー、青カーリー、黄カーリーみたいな早口言葉みたいな。で、この、まあ、こっちはどっちかっていうと、まああんまりですね。まあ正直スキルターンめっちゃ重いし、まああんまりかなと思ってる。まあ強いっちゃ強いんだけど、でやっぱこっちがいいと思ってる武器です。まあ作るなら武器がいいのかなと思ってるわ。まあ5色雲で、まあ貴重性であるなっていう、ちょっと重宝される武器かなと思ってるわ。まあ、火力出したりとか、火力出してかつ雲を補えるっていうのも優秀だし、まあ、21ターンって重たいんで、まあ、スキルとして使うのもありですけど、まあ、21ターンで、まあ、普通に76マスにするっていう強スキルなんで、まあ、これも作っておいて損はねえかと思ってる。ちょっとこれ気になってんのが、カーリーの武器、闇カーリーの武器がスキブと5色で4ターンチャージ、24ターン塗ってる、4ターンチャージ、うん、なんかぶっ飛んでるな。すげえぶっ飛んでて、いいなと思ったけど一瞬ね思ったんだけど、あんまり実用性がないと思う。正直この武器はスキルターンめっちゃ重たいし、まあ、正直そんなに実用性ないんで作る必要はあんまねえかと思ってる。で、次、ヒメタトロン、めっちゃ簡単、ヒメタトロンで、ヒメタトロンは10強3つ持ち、これ作っといた方がいいかな。まあ、一応これはめっちゃ強いと思う。サブとかでめっちゃ強いなと思ってるんで、まあ、ヒメタトロン作っておいた方がいいかなと思ってる。まあ、十字も持ってて悪魔キラーあるし、まあ、火力特化でサポートで、超クライムもサポートできるし、まあ、10強3つ持ちの、まあ、さらにこれ悪魔キラーつけれたり、無効貫通つけれたりして、かなり優秀な高スペックな覚醒スキルしてるんです。で、まあ、バインドがないのがちょっと怖いと思うんで、まあ、バインド耐性は欲しいですね。バインド耐性超覚醒でもないし、まあ、バインド耐性武器は必須級に欲しいかも。で、5ターンで打てるロック状態解除 50% 減少で非闇回復ドロップに変化、5ターンで打てるのかなり優秀なんで、50% 減少っていうのもあるし、まあわりかし、まあ、結構思ったんが 50% 減少、 50% 以下でなんか付属効果つくスキルとかあるじゃん、たまに。最近そういうのも相性いいのはいいなと思ってる。で、一応キメタトロン、木の方、緑の方、こっちもなんか多分ランダンとかで使えるかもしれない。今回のランダン、そう、本当に今日これ明日から進化来るんですけど、今回のランダンで使われそうな予感がする。普通にビシュンとかの代用とか、ビシュンとかと代わりに使えるかなと思って、ワンチャン思ってんだよね。この木が10個、ウェイが10個あるんで、めちゃめちゃこれランダンで使われそうな予感がしますね、スクルトハイで。まあ、こんな感じで見たんですけど、カミカミで申し訳ないあの初見の方いたら申し訳ないんだけど、めちゃくちゃカミカミで申し訳ないね。見づらかったらごめんなさい。で、まあ、普通に作っておいていいなと思うのが、まあ、ファーンも結構、そっか、ファーンとかも進化もらってるし、進化というかなんか情報修正あったりしてるし、まあこれはこれでまあ強いんだけど、いいと思うんだけど、やっぱりヒカーリー、炎カーリー、こっちのこれを作って、最優先で作っておいた方がいいかもなと思ってるわ。よし、まあ普通に終わろうか。もしよければチャンネル登録とか高評価お願いします。じゃあねー。